ショゴス・ショゴスは、クトゥルフ神話作品に登場する架空の生物。ハワード・フィリップス・ラブクラフトの連死、ユゴス寄りのもので名前のみ言及され、物語への書質は、狂気の三脈にてである。太古の地球に飛来した、宇宙生物、イニシエの者たちによって創造された漆黒の玉虫色に光る、粘液状生物で表面に、無数の目が浮いている。 不定形で決まった姿を持たず、非常に高い可塑性と遠征を持ち、必要に応じて、自在に形態を変化させ、様々な器官を発生させることができる。タールでできたアメーバのようだと表現される。およそ15フィートと説明されているものの、中には、地下鉄の車両ほどに大きなサイズの個体も登場する。水中で活動するように作られたため、地上では動きが鈍くなる。 呪文やテレパシーで操ることが可能だが、比較的知性が高く、従順でないため、危険な生物である。南極圏における、イニシエのものの放仕種族として、巨大都市、狂気山脈の建設などに刺激された、テケリリ、テケリリという独特の鳴き声を上げる。これは、エドガー・アーランポーの作品、ナンパケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語に、登場した鳥の鳴き声を、 ラブクラフトがモデルとしたものであり、元は、イニシエのものの出す音をショゴスたちが真似て、生態機関を発達させたもの。また、チャールズ・ローミン・ベークの、奇怪なる発見や、ルドルフ・ラッカーの編集した、バージニア在住のメイソン・アルジャース・レーノルズの、報告においても言及されている。数億年前に地球に飛来した、イニシエのものによって作られ、 肉体労働のための奉仕種族として扱われていた。もともと知能はなく、古の者の,の催眠術のような暗示で働いていた。しかし自身が発生させた脳を固定化することで知能を持つようになり、創造主である、古にしの者に反抗して、全面戦争を引き起こした。2億5000万年前に、最初の反乱が発生し、何度も鎮圧されたが、いの者たちは、 あらゆる労働力を、ショゴスに依存しており、全滅させることもできず、また有効な反撃手段もなく、追い詰められ、他の種族との戦争にも敗れて壊滅的な損害を、受けた。しかも非常に生命力の強いショゴスたちは、陸上に進出してしまい出が出せなくなってしまう。くしくも、イニシエのを海中に追いやった、大いなるクトゥルフや、ミーコールゴたちが、 地球上から去り、地上が安全になったためである。しかしそれ以外の諸ゴスは、イニシエのものに、最終的に地底深くに封印された。しかし彼らのうち、イニシエのものの目の届かない場所で生存した者たちが、地球生命の起源につながったとほのめかしている。諸ゴスは、ネクロノミコンで実在を否定されている。アブドゥル・アル・ハザードは、諸ゴスは存在したことなどなく、 妄想の産物であると断言しており、信じたくないという主観そのものが現れている。現実には、ショゴスが存在し、クトゥルフを脅かすほどだったのである。ラブクラフトのインスマウスの影では深き者どもがショゴスを刺激しているらしいことがほのめかされる。また、戸口に現れたものにも登場する。さらにマイクル・シェイの短編、ファットフェイスには、 ショゴスの一種で人間に擬態できるショゴスロードという種族が登場する。ブライアン・ラムレーはタイタスクローサーガにはアシュの改星ショゴスが登場する。リン・カーターはウボサスラの細胞からショゴスが生まれたとした。ありがとうございます。